さあ今宵も行きましょうか。今宵ラジオでお送りさせていただきます。いやちょっとね、内田理子の事件なんですけど、ちょっと報道を見ていくと予想よりもめちゃくちゃやべえんじゃねえのかなっていう気がしてきたんですよ。多分ね、こいつもう人じゃねえなって、とんでもないことをやってんですよ。というのがね、その供述であったり最近の報道でいろんなことが分かってきたんですけど、内田理子はそのカムイタンでしたっけ、その橋まで、まあ防犯カメラがないっていう橋まで連れてって、それはもう深夜だったんですけど、それで置き去りにして帰ったって言っているんですね。その落としたのは私は知らないというようなことを言っているんですけど、まあまあまあ、それがね、仮に本当だった場合、状況を想定していこうと。まあ、久々にね、ちょっと今宵考察、事件考察でしたっけ？ちょっとチャンネル名忘れちゃったな。その、たまにはね、ちょっと考察をしていきたいなと思うんですけど、その、ワードとしてはね、橋まで連れてって、で、私たちは帰ったと。で、仮にそれが本当だった場合、なぜ、その、被害者は橋から落っこったのか。それをね、考えていきたいなと思ったんですけど、その鍵となったのが、もう一つの、その報道なんですよね。証拠隠滅のためなのか、複数の衣服が周辺に捨てられていたと。っていうことは、どういう姿だったのか、被害者が。それを想像してみよう。ほとんど服を着ていない状態なわけですよね。で、冬の北海道めちゃくちゃ寒いよね。ではね、もう一回流れで確認していきたいと思うんですけど、被害者はどういう状況だったのか。まず、めちゃくちゃこう、あんなゴリラみたいな女にさ、ガンガン詰められるわけですよ。SNS の DM、そして言葉で、電話機能を使ってね。で、10万円払いなさいよ、と。で、まあ、怖かったんでしょうね。それで払います。で、払おうとしたんだけど、やり方がわかんない。そりゃそうだよね。その、年齢的に考えても、電子マネーの送付とかさ、やんないもんね。やり方わかんないよ。それで、こう、まごまごしちゃうわけですよ。エラーが出たり、やり方わかんなかったり。で、現場というか、その、道の駅まで来なさいよ、というので行って連れ去られたわけなんですよ。でね、そのまんま、いろんなところに連れ回されるんですが、一回ね、コンビニに立ち寄った時に、コンビニ店員に助けを求めているんですが、この子頭おかしくなったの、取り合わなくていいから、で、その、内田理子の一派がね、店員にそういうことを言いまして、それで店員に見捨てられるわけなんですよ。まあ、絶望ですよね。だってさ、普通だったら助けてくれる。せめて通報してくれるんじゃないかって思った。でも、何もしてくれない。助けてくれない。なんだこの世界は、絶望すると思うんですよ。そして、ちょっと前後するかもしれないんですけど、恥ずかしめも受けるわけですよね。その、ちょっと、規約の関係から皆までは言えないんですけど、汚されてしまうわけですよ。もしかしたらね、その年齢的に考えたら、初めてだったのかもしれない。そういう状況なわけですよ。で、もう衣服がない状態で、橋まで連れて行かれました。もしかしたらだよ。もしかしたら。その、旭川のもうお箱と言っても過言ではないんですけど、そういうのを写真であったり動画に撮影されていったら、どうなる？どうする？金を払わないと、もしくはそれ以上の要求をされたのかもしれない。で、もしかしたらね、もう言動にムカついたというようなこともあったんで、もう金の問題じゃない、もうばらまくぞってなったらさ、年齢的に考えたらもう人生に絶望すると思いません？多分、内田たちのことだからそこまでやりそうな気がするんですよ。どうもね、TikTok かな？インスタかな？を見ていくと、その出所祝いっていうこともやっていたんで、むしろそれがかっこいいみたいなさ、そういう悪こそ偉いみたいなさ、そういう風潮が彼女の中にあるんで、多分ね、とことんそういうことをやっていきそうな気もするんですよね。そして内田理子についてった19歳、まあ数え年で言えばね、あの投資事件の人々と同じ年齢なんですよ。で、あれってめちゃくちゃばらまかれたそうなんで、もしかしたらね、そういうやり方を見たり聞いたりしていて、やったんかもしれないよねっていうのが紐づいてくる気がするんですよ。なんかね、そのやり口がすごく、その、似ているんだよなって、ある意味。まあ想像ですけど、考察。やり口がなんか
似ているなって。そうなったらさ、もう人生に絶望しちゃいません？だってもう居場所がないってなりません？だったらどうなるっていう。仮にその内田理子が落としたか落としてないかよりも、もしそこに置いて、もしその被害者が自らの意思で落ちたのであれば、これもっとえぐくないかって。だってもう生きる希望であったり、そういうのがもうゼロの状態に追い込まれてんだよ。多分もう眠さもあるし疲れもある。でもう汚されてしまった。で今後そういうのを地元であったりね、まあ、世界がそんなひどくないんでね、そういうところに一気にばらまかれる。年齢考えたらさ、世界って狭いよねっていうふうに考えていくと、なんだこの化け物っていう。むしろね、置いてったっていう方がより残酷で、そのもうすべてに絶望させていたんだろうなっていう、なんかそっちの方が逆にえぐいぞっていう気がしてなんないんですよ。なんだろう、人の心をさえぐってもう完全に破壊してしまったわけじゃん。なんだろう、その多分ね、本当はどっちだか分かんないですよ。落としたのか落としてないのか。もしかしたらね、その内田理子ってあんま賢そうじゃないんで、その私は落としてなくてそのまんま逃げたんだ、その場に置いて逃げたんだって言った方が刑が軽いと思ったのかもしれないけど、むしろその刑法云々ではなく、逆にそっちの方がえぐくねえかっていうふうに私は思ってしまったんですよ。マジでえぐいっすよね。じゃなかったら自らそういうふうになんないじゃん。そこまで追い込まれんだよ、たった一、ある意味一晩で。やばくないか。それまでね、生きる希望があったから店員に助けて助けてって泣きついたわけでしょ。だから生きる希望があった人が数時間後に全てに絶望する状況になるんだよ。たった数時間だよ。むしろやべえんじゃないのかなって。で、ちなみにね、その刑法の話にちょっとなってくるんですけど、そういう背景とそこに置いてったっていうところで、もう十分にね、心を破壊しましたよ。で、そういう場所を提供しましたよっていうことで、そういうのが因果関係が結びついてきたら、全然ね、199条で起訴することもできるんですよ、実は。ただね、そこまで強引な方法を、結構強引なんでね、そこまでの強引な方法を取るのかどうかっていうのは、ちょっと検察次第かなと思うんですよ。検察がね、どんだけね、調べて、またはね、警察がどこまで協力し、検察に協力して、そこでね、その、今回何で持っていくのかっていうのは決まってくる気がする。できればね、ほんと旭川警察並びに、その地検の皆様には、とにかく頑張って、数時間で人生に絶望する状況を作り出した人たちが、本当の意味で、その自分と向き合う時間っていうのを作ってもらいたいなと思うんですよ。時間と機会。だってさ、今までも前があったのであればさ、そのむしろそれが武勇伝って思って、よりね、箔がついたって思ってるようなバカどもじゃん。たかが数年じゃ同じようなことするし、むしろ箔がついたって思うよ、あいつらは。だから、下手したらね、塀の中でそういうコミュニティを形成して、そういうやつだとまたつるんでくるかもしんないよ。むしろ勢力拡大しちゃうかもしんないよ。多分ね、その内田理子のお父さんって会社経営をしているみたいなんですよね。まあ特定されてるんで、でお父さん、多分ね、お父さんの会社それなりに景気は良さげらしいんで、どうもね、年に1回は海外旅行とかね、そんなことも言ってるぐらい景気がいいそうなんですけど、少なからずね、今回の件で打撃は食らうと思うんですよ。下手したらね、会社が吹っ飛ぶ可能性もあるんじゃないのって私は見ているんですけど、ってなってきたら、じゃあ数年で出てきました、親のすねかじれません、で額もありませんってなったらどうなる？より悪いことすんじゃねえのっていう気がしてなんないんで、であればちゃんと罪と向き合うっていう時間と機会、この2つがないとね、ちょっと第2第3の被害っていうのが今後も起きるんじゃないのっていうのが怖くて仕方ないね。いやー、まあ、言った通りだったらね、その内田理子の供述通りだとしたら、その保身とかではなくてね、それが本当だとしたら逆にやべえよ。たった数時間で全てを絶望させる、
何やったんだよ、こいつっていう。まあ、ほぼやったことは分かってんだけど、その空気感を想像していくと、もう暗闇の中だよね、時間帯的にも。で、もう本当、肉体的にも辛い。いろんな意味でも辛い。精神的にも汚され。で、そのまんま暗闇の中、奈落の底に落ちてったっていう、そういう感覚なんだろうね。スコーンと。だって周り多分、何も見えないと思うぞ。あんなところ。日も出てなけりゃ。って感じだろうね。ほんとね。やべえぞ、こいつら。っていうようなとこでございました。おそらくね、そういう、それらの流れから、すべてに絶望する要素っていうのは年齢的に考えても全然あると思うよ。全然あると思う。むしろね、その素敵な人と出会ってさ、こう、初めてと人生の終わりが、すべてがその人で埋め尽くされるような、そういう王子様を夢見てる年頃じゃん。でしょ？まあ私もちょっと乙女なところがありまして、人生戻れるんだったらもうほんと生涯一人の人がいいと思っているような人なんですけど、ほんとね、いや今までの人に、その、ごめんなさい、その人生の汚点ですよっていう意味ではなくて、むしろね、その、ちゃんと幸せになってもらいたいなとも思ってるけど、やっぱり乙女なところって、こんなおっさんでもあるんで、だったらより乙女だろう。人生に絶望するわ。というようなところでございました。いや、よりやべえな、こいつって。ではではでは、またお会いしましょう。チャンネル登録お願いいたします。またね。いや、ちょっとほんと悲しい。その通りだったら、多分、本当に報道の通りだったら、俺泣くぞ、これ。では、またね。っていうか、親も、内田の親も確かに精進してるとは言え、その前に釘刺しとけ。こんなゴミ。って思いました。ではではでは、またお会いしましょう。